エタネルセプトとは、分子標的治療薬の一つで、関節リウマチなどの抗原病、自己免疫疾患の治療薬である。可用性炎症性サイトカインの一つである、主要エシインシに結合して、作用を阻害する。商品名エンブレル。日本で、関節リウマチ、若年性関節リウマチの治療薬として、承認されているほか、海外では、感染性関節炎。 尋常性感染、強直性脊椎炎の治療にも用いられる。TNFα は多くの臓器での炎症反応で常連のサイトカインである。自己免疫疾患は免疫反応の過剰活性化が原因であり、エタネルセプトは TNFα を阻害してこれらの疾患を治療できる。エタネルセプトは組み換え遺伝子から合成された融合タンパク質である。 TNF 受容体と免疫グロブリニーグ1の定常部位から構成されている。最初に TNFα と結合する可用性 TNF 受容体2の人での遺伝子配列が特定され、次にイグ1末端の FC 領域の遺伝子配列が決定された。ついで両遺伝子が結合され、それを翻訳して生成した融合タンパク質がエタネルセプトであり、TNF 受容体2と FC 領域の機能を放置している。最初にプロトタイプの融合タンパク質が合成されたのは1990年代前半でインビポでのコー t n ウフ活性が非常に高く安定性も極めて高かったそのタンパク質に関する特許が取得され2002年に製薬企業に売却されたエタネルセプトは分子量150 k だの大きなタンパク質で 過剰な TNFα が関与すると思われる自己免疫疾患、強直性脊椎炎や若年性関節リウマチ、関節リウマチ等で TNFα に結合してその働きを奪い炎症を抑制する。日本においては関節リウマチ、若年性特発性関節炎を適用しようとしている。同じカテゴリーであるインフリキシマブとは異なり、メトトレキセートとの併用は 必ずしも必要とはされていない。米国での適用は、中等度重度の関節リウマチ、中等度重度の若年性特発性関節炎、感染性関節炎、強直性脊椎炎、中等度重度の感染である。免疫抑制剤であるため、特に結核等の感染症のリスクが高まる。重大な副作用としてが、添付文書に記載されている。年月、 米国ではエタネルセプトが関係する重篤な感染症の発生が相次ぎ、食品医薬品局から添付文書へのクロワク警告の設置が命じられた。潜在性結核感染症の再発や不健性、B 型肝炎ウイルスの再活性化等の重篤な感染症がエタネルセプトの使用後に発生していた。エタネルセプト投与後のストロンギロイデス感染症の報告がある。 で濃い受容体として、使用へ支援し、TNFα と TNFβ の両方に結合し、TNF 受容体へのシグナル伝達を阻害し、病性を鎮静化させる。TNFα は、リンパ球とマクルファージという2種類の白血球が産生する、サイトカインである。炎症分へと白血球を郵送させ、分子レベルでの炎症応答を開始、増幅させる。 エタネルセプトは、その作用を遮断することで、特に自己免疫疾患で炎症応答を停止させる。TNF 受容体には2つの方が知られている。1つは白血球表面に固定されており、白血球が TNF に反応して、他のサイトカインを放出する際に、それを経由する。もう1つは、可用性で TNF を不活性化し炎症反応を鈍らせる役割を持つ。 さらに、TNF 受容体は、すべての有核細胞の表面に発現している。エタネルセプトは、自然に存在する、可用性 TNF 受容体を模倣し、自然の受容体よりも、はるかに長い血中半減期を持ち、生物学的有効性が持続する。人可用性 TNF 受容体とイグ1イの FC 領域を遺伝子組み換えにより結合させた。 リコンンンビナント融合タンパクででああり、二体である。エタネルセプトは TNFα に対するモノクローナル抗体であるインフリキシマブのすぐ後に発売された。エタネルセプトは2両体であり2両体であることがエタネルセプトの有効性に必要である。初期の研究では単両体を用いていたが十分な効果は得られなかった。 エタネルセプトは多くの疾患の治療薬として研究中であり、その中には血管炎症候群が含まれるが、多発血管炎性肉が首相には無効であった。ありがとうございます。